どうだ。こんにちは、ご無沙汰してます。ああ、上りあまり、ああ、いたいた、よし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 。オッケー。大丈夫ですね。こんにちは。伊平屋島、伊平屋島かな。うん、音声大丈夫ですか。オッケー。さて、急いでいかには夕日が終わってしまう。で、今ですね、伊平屋島の、今ここださっき出したんですけど、誰？トラフキーさんです。九州の沖縄です。メールで、これから夕日がですね、あと20分後ぐらいなんですよ。夜もう日が暮れて1時間ぐらい経ってるとこ多いですよね。関東そんぐらいかな。うん、あんな湯持ち上げるなんてツイッターネタですね。うん、まだ日暮れてないんですよ。そう、これから夕日 見に行くという算段でございますよ。録画か行きましょうか。お金ちゃんと、そうですね、深夜。こっちはこれから夕日です。今日天気いいからかなり夕日綺麗に見えると思って、あの島の反対側までわざわざ行こうっていう話ですよ。いらっしゃいませ。島の反対側の、あ、ちょっと夕日見てきます。今のが宿の前です。うん、あ、意外ともう夕日沈んできてるな。そう、こっちお金あります。さっきまで92円しかなかったけど、マジでですね、今朝伊是名島の方の伊是名、あ、また日踊り、あ、地震、あの伊是名島の民宿時和さんに泊まって、あれ4500円じゃなくて1泊2食5000円だったんですけど、あの朝ホラフキーさんの分と私一緒に合わせて払ったらですね、あの362円しか残んなくて、で今日昼飯とか、なんだっけ、船、渡し船代とか全部ホラフキーさんに、まあその宿代の分と差し引きながら、あの払ってもらって、まだ僕の方が負債大きいですよね。まだそうですね。あれちょっとツイッターの方は面白くするために少し書いたんですけど、でも92円しか今持ってないのは本当です。あ、いや、さっきまで本当でした。うん、沖縄ですね、アトムはですね、そこの JA のあの金ATM コーナーが、あの故障につき今年はおしまいですって書いてあったんですよ。また来年1月4日からって。あ、信号本当だ。あと私はこれで郵便局で下ろしました。ここ故障につき今年終わりってなんだよ。で、本当だ、信号機あった。これ島で唯一の信号機とかじゃないのかな。他では見なかったですよ。セブンイレブンとかコンビニはないですね。あの、まだまっすぐです。 JA の売、あの共同売店っていうのがあちこちあるんですよ。ちなみに今素手でございます。信号機が本当にないんですよ。ですね、こっちの 日没は40何分の予定なんで、あと10分ぐらいで向こう側に行ければ。あ、ただもう一つ説明することがあった。イベントが寒くないです、ほとんど。今ウィンドブレーカー来てますけどね、あの少し風が肌寒くなってきたんで、日焼けするぐらいですよ、こっち。すげえ。あ、手の日焼けはこれ夏からの引きずってるんですけどね、アピールです。 あそこダム見えてる。あれは確かなんだっけ、ガキ屋、あの我に喜ぶだったかな、に屋台の屋でガキ屋っていう地名がこの辺りあるんですけど、今日は高いですね。難しい、私手放しできないんですよ。あ、で説明しなきゃいけないことがあって、島の反対側に行ったら電波ないです。で、ないところからちょっと北上するとまた電波あるところあるんで、となりちょっとあの真ん中、島の中心というか平たいところ横切って西側に出るんですけど、今東側で、西側に出る前ぐらいから一旦切れると思います。その後電波があるところ探して夕日を見せなきゃいけないんで、大忙しですよ今日は。大忙しですよ今日は。なのでちょっと電波があるところまで急いで移動しなきゃいけない。あ、その先で右で自転車、クロスバイク。そうです。あ、じゃあそこで、はい。
この島あのアップダウンばっかりなんですけどね。ただ道はあの平たいとこあちこち行けますよ。今日通った道ほとんど平たかったです。島一周したんだけど忙しいね。いや別に、いや別にちょっともロードじゃないです。あ、そんなその言い方すると私がまた過剰反応しますよ。気をつけてください。あ、いやいやややった。そうそう、これですね、あのサンゴの石垣で、これがこれあのコンクリブロックよりもこっちの方がですね隙間がある分強い風が吹いてもあの倒れにくいんだそうですよ。あ、こっちも行き止まりだ。このサンゴのやつは本当隙間だらけで、まあ、その分風少し通すんですけどね。雨、大雨か、どうすっかな。でこっちは電車で移動とかできないんですよね、あの線路がないから。どっちもこの道か。意外と時間ないな。これライブ、沖縄はこんな感じですよ今。あ、熱波いいですか。でももうすぐ切れます。ここに、お、こんばんは。ハブー、電車ないんですよ。船が欠航に、その可能性ありますけど、まだ今のところ余裕が、日程に余裕がございますので大丈夫です。最終日とかだとやばいんで、30日の夜にはもう那覇に移動しと しときたいんですけどね。で最後は那覇観光をやって、うわっ、これじゃない、これじゃない、左、沖縄は何が明るい。沖縄まだ明るいです。これ本当にこうなんです。皆さん、あ、こっちで、うん、この島ハブいる島ですよね。ハブが多いってわけじゃなくて、昨日までいた伊是名島がハブがいないことで有名かとか知らないけど、ハブがいない島だったんです。うわ、平ら。うん、帰りの便、飛行機が止まったらやばいですね。まあでもそうなったらそうなったで、それを楽しむような、楽しむような気概でナビが、うん、この道をずっと向こうまで行ったら島の反対側に出ます。で途中で電波なくなるはずです。うん、ここは空港着です。ハブ、そうですね、飛行機はまあなんとかある程度保証はありますよね。でも宿代とか出ないんだろうな、帰あの移動できなくて近くに泊まる場合とか。なんか追い風ですね、すごく。確かに。ヘビ泳げ、あの海蛇じゃないから泳げないんじゃないですかね。ある程度なら渡れるんだろうけど。うん、空港から、いや特にハブとマングース、ある意味はマングースで、ある意味ハブじゃないかな。試合と勝負でそれぞれ勝ち負け違うみたいな感じだ。助手席に犬がいた。ん、何で解決。助手席から吠えてた今。シートベルト締めてなかったですね今の犬。吠えられてます。まだ吠えてますね。どんだけ吠えてんだ。どんだけ吠えられてるやった。吠えられ。で今私とフラッキーさんどっちが強いかっていうコメントだったのかな。まあある意味まあいいか。うっせからありがとうございます。イベント。犬に吠えられるだけでもうゲート見なされるこの状況。まだ繋がってますかね。もうそろそろ電波ないはずなんだけど。まだ余裕。じゃあ間に合うか。ぬるぬるですか、あれ。でもギリギリ最後。来た。来た。バッチリだ。見えます？完璧。
水平線までくっきり見えてる。電波このまま切れずにいてくれれば楽に配信できるな。電波厳しいですか？いや、まだ。いや、でもどうだろう。コメントが途切れてしまったから、これは止まったか。夕日が映った瞬間に止まったっぽいです。じゃあ向こう映った瞬間になんてこった。バッチリ止まった。わあ、どうだろう、今またコメント流れ始めたから少しは来たんじゃないかな。一応エリアがあるはずのところまで移動します。逆に、ね、あ、いや、あの刻々と流れてます。今日は本当によく晴れてて空気も澄んでて夕日バッチリだと思います。どうですかね、まだ映像来てないか。スコール、そうですね、もうちょい先にエリア内のはず、先がエリア内のはず。うわ、結構沈んできた。結婚できない。さて、ダメかな。ちょっと確認します、チェックします。この辺りが電波あるはずなんだけどな。よっ、うわ、通信速度は、あー、70。ソフトで120、あ、120、あ、0、0、275、お、あ、すごくムラがあるな。0、もうちょい行くか。やった。南国でございます。あそこの出っ張りまで行ってダメだったらもうしょうがないな。おう、あ、豚、逃げる逃げる、申し訳ない、驚かせて申し訳ない。ああ、そこの先端ダメだったらもうしょうがない。ここで、沈む。あ、300来てる来てる。リロー来てるはず。来た来た来た。よし、間に合った。これで今来てますよね。よし。でもこれズームできないからそんなに綺麗には見えないかな。来ました来ました。
今行ってるはず。ああチェックしといてよかった、あのエリア。じゃあちょっとデジカメズームでどのぐらいの状況かを見ていただきたいと思います。この辺りか、こんな感じです。ちょっと白線邪魔ですね。今こんな状況。結婚できないですね。水平線までもう少しですね。太陽 1.2 個分ぐらいか。やった南国。あでもちょっと雲があるな。あとさっきあのすぐ近くに豚の養豚場って、豚以外には養豚場ないんだけど、豚がいるんですよ。あの小さい豚もいてすごく可愛いんですけどね。あそこ電波なかったかな。きつー。一応ゴールデン。あ結構青く映るな。意外、豚います。近くに黒豚いるんですよ。うん、昨日もいた。あそこよりもなんかでかい、ちょっとでかい牧場みたいなのが。ペダルくっついてんのにどうやって止まってんの。足とペダルくっついてんのに。自転車あそこにある。ヤギと、うん、ヤギもいますね。こっち来てからあんまり見てないけど。あ、雲が。あ、夕日が水平線に沈む前に雲にかかった。残念。返せ、何を返せって。太陽がもう半分ぐらいしか見えてない。あら、告白、告る。なんで告るって略は。うん、ホテル泊です。今の状況は、こう、どっちだ、こっちか、こう。あれどこ？あった、これ。なんかもう日隠れた。夕日が、一瞬だったな。あらら。ちょっとがっかり。最後雲の中に隠れてしまいました。そう、あのだるま夕日が見れたかもしれないんですけどね。あー好きです。いらっしゃいませ。あー残念。まあでも一応さっきのあの切れる前ぐらいの絵が一番綺麗だったかな。撤収。いやもしかしたら下から太陽が出ることはまあないな。じゃああとは空の色でも撮って。そう、本当になんか見る間に沈みますね。あとはじゃあ夕日の時の写真でもツイッターです。後でデジカメから吸い上げてやろうかな。焦った。この辺りの砂浜すごい綺麗なんですよ。そう、昼間走った時むちゃくちゃ綺麗だった。夕食は出ます。夕食込みでいくらなのかな。ちゃんと確認してないけど少なくとも6000円はしない。5500円か5000円か4500円のはず。何キロ乗ってるの。今日はですね40キロぐらいかな。一周と寄り道して自転車ロマンティック。心の便り。うん、タイミングなんとかでしたね。で雲に隠れて以降はあまり変化がないな。いや結構乗ってます。36キロぐらい。あ36キロ、うん、今日は36キロでした。彼女に北ですか。北沖縄本島の最北端よりは北ですね。ここの島、伊平屋島かな。うん、綺麗な。あちょっと今一瞬下がったな。海外旅行は今ですね、半袖短パンにウエンドブレーカー着てるだけで十分です。ロマンチック上げるよ。上げるよ。いつでしたっけ。相当昔ですね。20年前。高橋さんにしては物足りないでしょう。そのあたりはもう前提として、あの納得ずくで来ていただいてますから。ずくで、このずくなしがここでいく。今日は飲むの。私は飲めないですけど、ホラフキーさん昨日だいぶ飲んで、今朝前半戦はあの2日酔いな感じでしたね。暖かい、本当に暖かいんですよ。ほら短パンよっと。じゃあずく出せって分かります。分かりますって、私ネイティブじゃないんですけど漫画で知ってる。ずく出していこう。ピンマイク鼻くそ誰。
まあ冬でも2枚。いやちょっと待った、それはちょっと違うと思う。じゃあ少しまだ明るいうちに豚のとこ行ってみましょうかね。あ、今夜の晩飯はですね、6時半か7時ぐらいから。酔っ払い。そうそう。寒、すごい温度差になるはずなんですよ、沖縄から戻ったら福岡に。あ、あと9ですね。ありがとうございます。じゃあ豚のとこまで電波が届けば豚を見せたいと思います。あのすごく可愛いですが、さっきあの自転車、あ、パに置いてきました。自転車で横突っ走ったらすごく逃げました、豚。サイクルエアー。でもどうかな、この山、ここの山陰に入ってしまったらダメかな。今日の晩飯はまだ分かりません。やった、夜ご飯とんかつ。あの肉類結構入りますね、こっちは豚肉が。その肉の元を今から見に行きます。向かい酒、今朝向かい酒飲んでなかったな。自転車乗る前に向かい酒ダメだろう。あー、雲の層があそこにあったなんて残念。本当にあんなに可愛い豚を我々はぶっ殺して食っちゃってますからね。ぶっ殺って茶化した言い方もあんまりあれだな。で、電波切れるかもしれません。切れるかな、切れないかな、どうかな。あ、ダメか。でたか、そうそうそう、豚食いますね。あ、いや、来てる来てる。あ、動いた。まだ終わらんよ。どうかな、この位置だけか。あのそこなんですよ、豚の、豚牧場は目の前なんですよ。どうかな。草むらには入らないよ。ん、草むら、ハブですか。目の前なんだけど。27度っていうの確か見ました。27だったかな。そうそう、多分27度見ました、見ました。まだ明るいんだ。うん、まだ明るいです。日がちょうど暮れたあたりです。戻った、どうだ。あー、ダメだ。またダメだな。じゃあ通常配信でやりましょうかね。通常配信に、まあ、時差っていうか、まあそれそうかな。ん？一瞬復活したような。復活してない。コメドラグもひどくなってきた。でしょうね。どうだ。豚ファイ。なんか書いてる。小さいのがあっちなんですよね。映ってるかな。ワープ。食ってる。ました。あー、ちっちゃい。お、逃げる。小さい。お、黒いやつです。おお、でかいの来た。小さいのも来た。でも映像いってないかな。アグ、あ、どうかな。いや、特に何も書いてないんですよ。でもとりあえず真っ黒い豚です。映ってないかな。あ、小さいのがじゃれてる。かわいい。かわいいけど、いずれ食うんだけど。かわいい。声は来てる。声だけか。ちょっと接続し直せば一瞬だけ来ると思うんで、ちょっとつなぎ直しますね。
なぎ直せない。電波来ねー。かわいい。ダメか、接続すらできなくなった。ダメですね。ダメっぽいです。来ない。最後の最後は閉まらなかったな。じゃあ豚の写真を向こうで見せる。電波つながるあたりで。ねえ。よいしょ。意味があるかどうかはともかく。上がってない。来た来た。よいしょ。どうだ。よし。とりあえず電波があるとこまで戻ってきました。ダメですね。なので、ああ、ログ、これ。あれ？今全然来てねえ。そう、食べられますね。あれ？悪くなってる。まあ、まだ。ああ、来てない。なぜ来ない。あと1分。あ、来た、流れ始めた。はい、今来ましたね。リロードってコメントで書かなきゃダメだ。リロード、今リロードでお願いします。で、こんなんでした。あの、電波があるとこまで戻ってきました。一応しないです。こんな豚なんですよ。こんなんです。小さいです。可愛いですよね。そう、食っちゃうんですけどね。あれ、間違えた。小さいの可愛いですよね。じゃあお疲れ様でした。ほら、小さいのも横にいる。本当、どこだ、ここか。黒い豚です。じゃあまた夕食後の宿配信で。夕食は多分普通に食うんで。うん、では、お疲れ様です。思った、ラグある。よし、なんとか豚見せることができた。ふう。さて、じゃあこのまま GoPro は録画したまま戻ります。はい、お騒がせしました。よし。おう、なんかえらい泣くようになったな。
おお。逃げ方の効率が悪い。あ、やっと向こう行った。豚さよなら、黒豚。あ、ちっちゃ。なんで小さいやつだけ固まるんだろう、あれ。明日はどうしましょうかね。まあ、あのフェリー、9時のフェリーには乗って、あんまり雨降ってたら本部半島無理して一周回らなくても、どうするかな。その行こうと思ってた伊江島に本部半島に渡った後、自転車置いといてバスで移動してっていうのもありますね。まあ、走れることは走れるんですけど。名護から那覇に戻るのか、あ、ちょっと名護から那覇が終バスは意外と早いんですよ。多分18時前に終バス終わるんじゃないかな。明日30、明後日31だから、明日の夕方ぐらいに那覇に移動できるとちょうどいいんですよね。那覇はユースホステルかな。でもよく考えたらユースホステルビジホより高いです。こっちの基準だと。まあでも他の旅行の人と話ができるっていうのはあるから。そうですね、ええ、3000円ですもんね。びっくりしましたよ。そう、2500円も普通なんですよ。そもそもユースホステルはまだちゃんとあるのかな。確か昔2軒だけ1軒だったかな。国際通りの近くのユースホステルがあって、前はそこで泊まったな。あ、そこから入りましょうか。行けるはずです。ああ、街の明かりが見える。まあ、こっちの方が安全ですね。行っててください。
もうちょっと暗くしなきゃダメか。よし。お、車か。こっちにも道があるな。砂利道か。ちょっとじゃあ左の方から、はい、おう、なんか模してる。こっちの方で、猫がいるかな。うん、ちっ、逃げた。ただこっちを行ってもぐるっと回ってまた戻れる。こっち行かなきゃダメですね。なんかいた今。あ、ここにも売店がある。あ、いや、なんかチラッと見えたんで猫みたいなのが。
いなかった。もう一つ向こうか。よっ。何か探してる。あれ？どれでしたっけ？いや多分。あれ？どっちだっけ？戻ると思うんですけど。うん。宿どれでしたっけ？宿。いや、この辺りのはずなんですけどね。あれ？いや、もうちょい向こうじゃないですか。あ。うん、そうですね。完全勘違いしてた。うん、そうそうそう。一回水飲みしんでた方が早い。さようですね。もうあの宿がある集落の中にいると思い込んでて。ありがちありがち。すみません、間違えてました集落を。動画的に見るとイライラするでかいだろうな今の。ん？またなんか横切ったな。あ、こっちに停泊してんのか、あれ。あ、そうか、朝9時こっち出るから。ああ、こっち側止まりなんですね。やっぱり信号これだけじゃないですかね。多いですね。あ、であとここ19時までです。あの JA。あ、そうなんだ。なんか買い出していきますか。まあ多分また3円で、よいしょ、3円で袋、あのレジ袋あると思うんで。ちょっと待ってください。
あ、バグついてますね。え？いや、あの、あ、そうか、それに詰められないか。あ、いや、結構空身にしてきたから。入るっちゃ入るか。あとは何かかですね。頑張ればいけそうですね。あとあのポケットの中にガンガン突っ込む。うん。いや動画的にはこれまだ流しとく、録画しとくべきかどうかわかんないけど、そのまましとこう。
車にもっと。うわ、なんか冷房効いてますからね。どういうことなの？こっちのフラットハンドルの方がこれやりやすいんで。ああ、はいはい。まあでももうすぐ着くんで。入れます。買ってきたのはチーズ、ポテト、ジュース、シューカーサージュース、あと缶チューハイ、南国チューハイ、パインとシューカーサー朝日のやつ2本。よし、よし、じゃあお願いします。あ、これもあった。見えない。あれ？あれ？
もなんかあるな。これも売店か。あ、そこ左あります。ここも売店ですかね。はい、ここも売店かなと思って。あ、売店っぽいな。ちょっとした売店ですね。でも JA 近くにあったら厳しそうだな。ん？あ、猫だ。ちっちゃ。確かこの3号組みたあたりで入っていった気がします。ん？あ、いや、ここから大丈夫です。ここで、ええ、ここから真っ直ぐ行ったらすぐ横へ出ます。あ、もう30分直前だな。ん？また沖縄料理的な匂いがした。話した人いるな。109です。明日の朝降ってなきゃいいですね。ですね。じゃあ GoPro 終了。